水道道路は、主に上水道に供される減水、または上水の輸送管を埋設した土地の上に設けられた道路である。明治以降の生活様式の近代化、及び都市への人口集中に伴い、上水道への需要が高まる反面、水源となる森林の減少に伴う地下水の不足や、月水の河川への排出等による水源の汚染などが、顕在化し、 良質な水源の確保が喫緊の課題となった。そこで1887年の横浜市水道を川切りに各地で近代水道が整備されるようになる。今でこそシールド工法など建築技術の発展に伴い地下深くへのトンネル施行も可能になったが、水道冷明期は改作工法によって地中浅くへ水路を設置、または 水道管を埋設した。施工は、水源地や石浄水場や、排水拠点など、水道設備の間を結ぶ、水道管を付設、または埋設する用地があらかじめ確保されてから実施され、施行後は、水道保全のため、立ち入りを規制していた。その後、都市部への人口増加に伴い、消火栓や、水路などが道路用地として利用されたのと同様、 水道用地の上も強度を確保した上で道路として利用されるようになり、水道管の上に道路が付設される例が各地で見られるようになった。水道設備の間を極力最短距離で結ぶよう設計されているため、周囲の道路や地形に関わらず一直線に伸びていることが多く、込み入った都市部の道路にあっては特徴的である。しかし、比較的道幅が狭い場合も多く、 自転車以外の車両通行止めまたは一方通行となっている場合がある。また、歴史的経緯により地下の比較的浅いところに水道管が付設されている場合が多いため、自動車が通行できたとしても水道管保護のために重量の大きな車両の通行を禁止している場合もあり、その場合は1万1にも侵入されての水道管破断等の事故が起こらないよう、 標識の他表示やガードレールなどが多重に設置されている様子も見られる。一方、歩行者や自転車にとってはむしろ利用しやすい道幅であり、また自動車の排気ガスや幅寄せなどの脅威を回避できる特徴を受け、河川実機などを利用したサイクリングコースと同様に都市部の自転車愛好家などに好まれている。相模原市南区双葉付近の横浜水道道路水。 道筋通称名。埼玉県議会 H16.2 定例会、宮と交番は、朝霞市道の通称水道道路との結節点であり、西大、城里市、東京府荒玉水道町村組合水道設備の、対応、土木建築工事が放題4巻、第2号土木学会、1928、小野本木、東京市水道の導水路改築工事、 土木建築工事が放題発巻第4号土木、学会、1932東村山市、東村山 30K 玉子自転車道を横須賀市、上下水道局遠隔、水道の歩み半減系統など。神奈川県横須賀三浦地域建政総合センター、三浦半島の近代の歴史遺産壮大な土木遺産、神戸市水道百年市神戸市水道局、2001年3月。 ありがとうございます。